上流に携わっていきたいってお話されてたじゃないですか、はい、今聞いた理由だと下流も含まれてる、大丈夫ですか、含まれてる、結論大丈夫だと思っております。で、正確に申しますと、あの御所の場合上流から下流までを部門別で、うん、それぞれになっているというふうに認識しておりまして、キャリアに悩みのそこのあなた、公式 LINE 登録で市場価値診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手にあります。詳しくは概要欄をチェック。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。皆さん、こんにちは。特殊の桜です。特殊の光景です。はい、ということで、新企画持ってきまして、はい、今日新企画なんですけれども、これが正解。元社員の模範面接という企画をですね、持ってきましたので。新しいですね。はい、模範面接。模範面接です。はい、もう。どんな企画なんですか？はい。転職面接。まあ、皆さんね、参考にしたい方いると思いますけど、まあ、元社員の回答、しかも合格した人の回答って、もう模範回答じゃないですか。確かに模範回答です。合ってますからね。正解ですから。はいはい、それを、まあ、皆さんにお届けしようというところですね。リアルなやつをお見せしちゃうと、はい。そうなんです。で、これからもう、ゲストの方、たくさん出てきますので。はい、いいですね。確かに見れたことないですね。意外と実はなかったです。意外とないですよね、はい、実際何聞かれたのっていうのは結構気になるところだと思うんですよね、はい、でそれをどう答えたの、どういう人が合格したのっていうのが、まあ、模範回答じゃないですか。そういうことですね。それを、まあ、ゲストの方にちゃんとこうリアルな状況を伺って、それで視聴者さんに見ていただこうっていう企画です。面白いゲストの方、はいはい、今日はゲスト来ていただいてます、はい、アクセンチュア志望のコウキさんです。僕ですね。そうですね。あ、僕ですね。はい。第1回なんで、ちょっとアクセンチュア志望のコウキさんに来ていただきます。志望のコウキさんか。志望のか、はい。なるほどですね。まあ、アクセンチュアいろいろ、はい、いらっしゃったと思いますけれども、はいはいはい、まあ、実態はご存知なわけじゃないですか。そうですね。かつ、キャリア支援もたくさんされてて。ああ、確かに。はい。職支援で。ね、もちろん、アクセンチュアに行きたい方のご支援をさせてもらったことがある。はい。なので、どういう回答が良かったかとかはもう当然ご存知だと。はい、僕、一応新卒でアクセンチュア入ってるんですけども、今回中途でやっていただきます。転職します。転職お願いします。じゃあ僕は戻ることにチャレンジするってことですね。はい、特集から。はい、その通りです。それは佐賀さんが判断すると。はい、私が判断させてもらいますので。はい、模範になれるように頑張ります。まあ、一応役としては、今日はSIR をやられている方がアクセンチュアに行きたいという手で話していただくって感じ。わかりました。まあ、今回アクセンチュア志望のSIR のシステムエンジニアの手でやってもらうんですけど、まあ、当然営業職だったりとか、まあ、ビジネスサイドで転職したいという方多くいらっしゃると思うんですよ。まあ、なのでそこのポイントは、もうアクセンチュアのね、面接をこうたくさんご存知のコウキさんに最後に解説いただくんで、そこまで見ていただけると、まあ、アクセンチュアの面接どんな感じなのかなっていうのが分かるかと思います。そうですね。アクセンチュアもそうですし、コンサル業界、そうですね、ビジネスのイメージにも湧くように、はい、思います。いや、お願いします。本当に一発目ですから今回。何のプレッシャーやそれ。期待に応えると思います、はい、ありがとうございます。じゃあまずなんですけど、ちょっと模範面接入る前に、はい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 、アクセンチュアの面接って、はい、まあ、実際どんなことが重要視されてるのかとか、 あとは、まあ、転職、はい、まあ、コウキさんがこう支援されてたりとか、うんうんうん、まあ、実態の中で、まあ、どんな回答をこう意識してしていたのか、はいはいはい、みたいなところをちょっと先にお伺いしたいんですよね。なんか2つぐらい教えてほしいです。もう一度言いますけど、僕はアクセンチュアに転職したことはないですから。あ、強調しますね。ですが、まあ、ご支援している中で思うところで、はい、大きくポイントの2個かなとは思ってて、はい、まあ、1つがやっぱりアクセンチュアって少し特殊なので、コンサルの中でアクセンチュア特殊のカラーを理解した上で、回答をしたというのがポイント1個、はい。で、2個目に関しては、これはもう一般的な転職対策であると思うんですけど、やっぱりその会社自体、転職したいっていう理由だけじゃなくて、そこはなぜ自分が活躍できるのかっていう、活躍理由の言語化っていう、この2つが同じかなと。わかりました。今日は模範面接で、その模範回答が聞けるという理解であるんです。ハードル上げてるだけやからね。なるほど。はい、まあ、でも皆さんもその2つのポイントが、これからコウキさんの模範面接で見ることができますので、ぜひ転職活動して面接を受けるという方は参考にしていただけたら嬉しいです。それでは、模範面接いきましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速自己紹介お願いできますか。はい、よろしくお願いします。はい、初めまして、伊藤光輝と申します。現在 SIR システムエンジニアをしておりまして、まあ、これまでの経験としましては、主に金融機関向けの開発案件において設計からシステムリリースまで、ちょっと俺の工程に携わらせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちなみに現職は今何年ぐらいいらっしゃるんですか。だいたい3年ほど。ああ、3年ぐらいです、ね、はい、わかりました。はい、あ、なんか今回、まあ、転職活動かなと思うんですけど、はい、なんか転職活動しようと思った理由とかってありますか。はい、ありがとうございます。大きく2点ございまして、1点目が、まあ、より上流の業務に挑戦したいなというふうに考えたか、
ですね。2点目が、こちらもより高い成長環境に自分の身を置きたいと、そういうふうに考えた感じです。ああ、ありがとうございます。2つあるということで、まあちょっとなんかそれぞれ具体的にもうちょっと教えていただきたいなと思うんで、何かあれば教えてください。はい、ありがとうございます。自己紹介で申し訳ないですけど、1点目については、まあ、自己紹介で申したんですけれども、まあ、現在開発案件というのを中心に従事しております。で会社が SIR ですので、まあ、主にやはり、開発工程の設計だったり、テストだったり、リリースだったりところを業務を担うことが多いので、まあ、より上流のまあ戦略企画であったりとか、まあ、全体のこうマネジメントみたいなところに携わっていきたいなというふうに、キャリアブランドとして考えております。で2点目に関しましては、まあ、高い成長環境ということで、まあ、現在ももちろん、現職の中で上司の方にお世話になりながら成長はしているなというふうに実感あるんですけれども、まあ、スピード感の部分が少し物足りなさを感じているところがございまして、やはり今3年目4年目というところで一定の業務がこう、一定の業務にこう慣れてきたタイミングでもあるのかなというんですけれども、もっと早いスピードで成長したいと思っておりますと。で、実際社内の制度としましても、まあ、課長になれるのが30後半ぐらいのタイミングだったりとかしますので、より早い、キャリアステップが歩めると嬉しいなと思って今回、転職活動しております。ありがとうございます。まあ、結構うちも若手からね、活躍してくれる方は多いんで、はい、まあ、確かにおっしゃっていただいた、まあ、なるべく早くこう、上流の工程関わりたいというところは、まあ、もしかしたら叶うかもしれないですね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、うち、一応、コンサル企業っていうふうに、名を打ってるわけですけども、一応、コンサル志望してる理由とかって、なんか、ちょっと大きい質問になっちゃいますけど、あったりしますか？はい、ありがとうございます。まあ、結論としては、先ほど申し上げました、2つの軸に最も合致している業界と考えたからになっております。具体的にどういった観点で合致しているかと考えているかと言いますと、まず1点目の上流の業務という意味に関しては、コンサル業界というのは、まあ、上流工程の案件に特化して、サービス、コンサルティングサービスを提供している業界だというふうに認識しております。ですので、もし仮にこの DX 案件、開発案件を案件に参画するとしても、やはり最初の戦略の部分、企画の部分、全体管理の部分だけを担い、まあ、それ以外の実際に開発、システムを作っていくという、業務に関しては、まあ、別のベンダー様と、一緒に共同していくという進み方になると思っているので、まあ、上流の業務、案件にこう特化できる環境があるんじゃないかなというふうに考えております。で2点目に関しては、まあ、高い成長環境ということなんですけれども、やはりコンサル業界っていうのは、契約の単価自体が、まあ、エンジニアよりも高いということを、まあ、コンサル業界の方から、まあ、分かっております。まあ、すなわちは、クライアントからの期待値が高まるということであり、まあ、その期待値に応えるために、より高い成果を出す必要があるというふうに、解釈しております。ありがとうございます。コンサルを志望する理由はよくわかりました。で、ちょっと漢字のですね、まあ、今日は、我が社、アクセンチャーを受けに来ていただいてるんで、はい、アクセンチャーを志望する理由とかって何かあったりしますか？ありがとうございます。こちらも2点ございまして、1点目が上流から下流まで一気通貫で携わることができるというところになります。うん、で2点目に関しては、御社のカルチャーに惹かれているというところになります。なるほど。わかりました。確かに、まあ、上流から下流までっていう表現していただきましたけど、まあ、実際、こう、先ほど私が言ったように、開発も携わられててっていうところで、まあ、そのあたりまで、こう、一気通貫で支援を、こう、見ていけるっていうのは、まあ、コキさんの強みも、なんか生きてくる部分なのかなって思いますけれども、なんかそういった理解で合ってますかね。はい、合ってます。ありがとうございます。はい。さっき伊藤さん、上流に携わっていきたいってお話されてたじゃないですか。はい、一応、今聞いた理由だと、下流も含まれてるっていうところで、まあ、そこは大丈夫ですか、含まれてても。はい、結論大丈夫だと思っております。せっかくに申しますと、御社の場合、その上流から下流までを部門別で、それぞれ担っているというふうに認識しておりまして、まあ、今回は特に上流に特化するコンサル部門を、受験させていただいている認識であります。ありがとうございます。そのため、上流から下流までをこうワンチーム、一つの、チームとして、会社単位でこう提供できるということに価値を感じておりまして、例えば私がこうもし入社させていただいた際に、まあ、上流のコンサル案件に入りましたと。そうなった際に、やはり、こう、DX を進めていくにあたっては、戦略を絵に描いた文字にするわけじゃなく、実行していくってところが必要だと思うんですね。そうなった際に、外部のベンダーではなくて、自社に開発部隊、特に共同していくってことができれば、よりクライアントの方にとって、より高い価値を提供していくことができるんじゃないかなというふうに考えております。はい。ありがとうございます。1個目はよくわかりました。ありがとうございます。はい。はい、2個目ですね。まあ、ちょっとカルチャーフィット。まあ、してると正直我々も嬉しいんですけど、はい、まあ、実際なんかどんなカルチャーにフィットすると思いますか？ありがとうございます。御社のホームページ拝見させていただいたんですけれども、まあ、アクセンチュア DNA っていうのをお見受けしまして、うん、そちらに特に共感いたしました。はい、で約10個ほど挙げられたかと、記載されてるかと思うんですけど、まあ、どれも私にすごくマッチしてるなというふうに感じておりまして、で特に一番共感したなと思ったのが、自分も会社も世の中までも変えたいと望むと
というふうな DNA があったんですけれども、まさに私自身のキャリアプラン、やりたいことにもマッチしているなというふうに感じておりまして、魅力感じておりますと。で、こうやって現役社員の方にも何人かお会いさせていただいてですね、これらのカルチャーが実際に体現されているなっていうところを、現場感としてもお伺いすることができたので、やはりマッチしているんじゃないかなと、そういうふうに考えました。ありがとうございます。はい、いや、ありがとうございます。ホームページを見通していただいてですね。はい、ちょっと今おっしゃっていただいたところで、一番ちょっとフィットしてるところ、はい、自分も会社も世の中までも変えたいというところで、なんか、会社とか世の中とかって、なんで変えたいとかって思います、はい、ありがとうございます。こちらは学生時代まで遡ってしまうんですが、はい、そちらの経験が大きく起因しております。うん、学生時代、中高大とテニスをやってたんですが、うん、その中で組織の代表のようなポジションを詰めることが多かったんですね。はい、でその中で、組織をどうやってより良くしていけば、みんながハッピーになるかみたいなことを日々考えていた学生時代でして、その影響もあって、まずは当時は部活だったりとかサークルだったりを変えていくってところですごいやりがいを感じていて、私自身モチベーションの根源がそこにあるっていうのがございますと。で、そして新卒で社会人になるってなった際に、これまではこういうチームとか組織とか小さい単位で、そうやって変えるってことをやってきたので、会社、社会っていうより大きな単位でやっていきたいというふうに考えるようになりましたと。うん、ただ実際新卒で SI に入った際に、そこの変えられることの限界みたいなところを少し感じてしまっている、自分がおりまして、その開発っていう、実際にものを、システムを作っていくっていう工程だけではなくて、より上流の部分から、戦略企画だったりとかして、会社の経営だったりとか、世の中にもっと大きなインパクトを与えられるような仕事をしていきたいなというふうに考えております。ああ、そうかそうか。自分も大きいステージに関わって自分も変えていきたいみたいなところもあるってことですね。はい、ありがとうございます。はい、ここまで伺ってて、うちを志望する理由とか、それから転職活動されてる理由はよくわかりました。で、ですね、キャリアビジョンとか、あとは、うちに仮に入社した後ですよ、やりたいこととかあれば教えていただきたいです。ありがとうございます。こちらは先ほど述べました通り、やはり会社とか社会を変えていくという実感を持てるような業務に携わりたいなというふうに思っております。で、具体的には、やはりコンサル業界なので、TSO やマネジメント層と顧客接触を直接し、経営課題というものに深く携わっていけるといいなというふうに考えております。ありがとうございます。はい、経営課題っていうところに、伊藤さん自身ですね、どうやって携わっていくかとか、どう向き合っていきたいかとか、なんかそういった具体ってあったりします？ありがとうございます。これは私がやりたいっていうビルの部分と逆にできるキャンドルの両方あるかなっていうふうに思ってるんですけど、ある程度ステップみたいなのを考えておりまして、やはり入社した直後に関してはまず活躍できるキャンを活かせる部分の領域で、案件に入っていきたいなと思っております。具体的には、PMO のような案件ですね。やはり開発工程を一通り積んできましたので、その開発をマネジメントするプロジェクトマネジメントするっていう PMO に関しては一定既存のスキルが活かせるんじゃないかなっていうふうに考えておりますと。でそこで成果を出した後には、自分のビルやりたいことベースとして、より上流の経営の意思決定に関わるような、戦略策定だったりとか、IT 企画だったりとか、そういった案件に携わっていきたいなというふうに考えております。着々としたステップアップを目論んでいらっしゃるわけですね。そうですね。やりたいことは、はい、よくわかりました、はい。伝わりました。で、実際、入っていただいた後、伊藤さん自身、ご自身が活躍されるイメージとかって、うちの中では言ったりします？そうですね。はい、そこは活躍できると自信があります。その理由は？ありがとうございます。どういった、私のスキルが活かせるかみたいなお話になるかと思うんですけれども、そうですね。ハードスキルとソフトスキル、両面分けてご説明させていただければと思ってまして、はい、ハードスキルに関しては、これも先ほどのお話では重複するんですけれども、やはり開発経験であったりとか、プロジェクトを推進していく経験っていうのは直接的に活かせるんじゃないかというふうに考えております。PMO のような業務ですね。で、ソフトスキルの方で言いますと、やりにくい力っていうのを活かせるかなというふうに思っておりまして、現職の開発案件でもかなり炎上するような案件もたびたび経験しておりますので、きちんとQCD、品質を保って、クライアント様に納品する、ここにコミットするという姿勢は、磨いてきたかなというふうに思っております。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。はい。面接はこれで、一旦以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。今回、視聴者限定で、無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、アクセンチャー志望の幸喜さん志望のですね、はい、なんとか復帰したいです。来ていただいてありがとうございました、はい。
ちょっと2回もあの転職していただいてということでございましたけれども、コキさんのですね、模範解答を皆さんご覧いただいたと思いますが、まあ、やっぱりあの冒頭言ってた2つのポイントあるじゃないですか。はいはいはい。まあ、あれをこう意識されて今日回答いただいたと思うんですよ。あ、そうですね。はい、はい、そうですね。なのであの視聴者の方も、まあ、そのポイントを踏まえて、アクセンチュアのぜひ転職面接に挑んでほしいという内容だったんですが、ちょっと改めてちょっとお伺いしたいなと思いまして、はい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 、アクセンチュアならではの特徴を理解する、まあ、あのもちろん教えたいことは分かるんですけど、 なんでそこをこう意識しなきゃいけないんですかね、まずは。ありがとうございます。やっぱりその会社に行きたいっていう理由付けをロジカルに説明するために一番大事な要素かなっていうふうに思っていますと、うん、はい、でこれはアクセンチュア限らずなんですけど、コンサル業界ってやっぱり論理的であるってことがまあ前提、まあ、加点ポイントというよりはもうそれが当たり前っていう、はい、減点を防ぐ最低ラインっていうふうに思ったと思いますと、はい、であった際にやっぱり論理的になぜアクセンチュアなのか、まあ、つまりは、なぜ転職活動をしているのか、なぜコンサルなのか、なぜアクセンチュアなのかって、ここの論理構成が成立していることが大事なので、そうなると特有 のポイントっていうのを押さえなきゃいけないな。あ、めっちゃ模範面接続ける感じになっちゃいますね。雰囲気が確かになんかおかしいなこれ。確かにその通りですよね。確かに、まあ、論理的なところをこうあの求められてるわけで、まあ、そこをそ、ね、まあ、しっかり理解してますよっていうアピールをするっていう意味ですよね。かなと就活相談も出した。いや、そこをまあ踏まえた回答を今回していただいたわけじゃないですか、はい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 、一番そのポイントが生かされた回答ってどのあたりでしたかね。ずっと意識はまずはしている。うん、そのアクセン、でもポイン、一番のポイント何かって言われたら、だからアクセンチュア行きたい理由なんですか、うん、っていう部分だと思うんで、そこはもう直接的に多分ご説明したかなと思っていて、はい、一言でその差別化が図れるようなポイントを一応説明したつもりではいますと。はい、うん、で、プラスアルファ、そこはもちろん意識したのと、すべての回答の中で矛盾が生まれないようにしたいなというふうには思っていたので、このアクセンチュア行きたい理由っていう、こう、二つ申し上げたと思うんですけれども、そこに紐づくような伝え方をしたつもりではありました。ありがとうございます。確かになんかすごくこう無駄なくコンパクトな回答だなってずっと感じてました。ちょっと喋りすぎたかなと思うんですけど、そうですかね。ちょっと喋りすぎたもんね。いやいやいや、とんでもない。じゃあちょっと2つ目なんですけど、はい、あのまあ、一応転職したい理由、まあ、これはまあオーソドックスなんでよくわかりますと、うん、であとは自分が活躍できる理由、まあ、この2つですよね、まあ、これをまああえてこうポイントとして挙げてらした理由とかってなんか先に伺えますか。ありがとう。これは多分就活と転職の違いでもあるんですけど、はい、就活の方って結構さっきの前者の話、なぜアクセンチュアかみたいな論理的に浮かれ話せるっていうところだけでかなりの加点というか相手にぐっと近づくんですよね。確かに。なぜなら即戦力を求めていないから、はい、ポテンシャルでいいから、うん、で逆に転職に関してはむしろこの後者の方が実は大事だと思っていて、前者ができて当たり前、そうですね、で後者の、なぜ自分活躍できるのかっていうのをちゃんと募集ポジションから逆算してこう伝えるみたいなことは大事なんじゃなかろうかというふうに、うん、まあおっしゃる通り、あのなんかうちに来た後この人何してくれんのみたいなのってめちゃくちゃ面接官が、からすると気になりますよね。確かに新卒中との違いなんじゃないかな。ですよね。確かに新卒の場合だと活躍するイメージが湧くなーで、中途だと、まあ、この人は活躍できるなーで、まあ、合否を出すっていうイメージなんですかね。そうですよね、だと思います。うんうんうん、まあ、あとはそのまあアクセンチュアとかコンサルもそうで、まあ、コンサル業界、アクセンチュアに関しては、まあ、管理職以上の現場の社員が面接官になることが多かったりとかするんですよね。確かに。で、なんかどういう仕組みかっていうと、コンサル業界って大体のコンサルが、まあ、いろんなポジションがあるわけですよ。はい。で、そのポジション、つまり部門の中の採用したい人たちが面接官に出てくるんで、その人たちが、こいつ使えるなって思ってもらえなきゃいけない。うん、確かに。っていうのが結構特徴としてある。ああ、おっしゃる通りですね。私2回転職面接、2回転職してますけど、まあもちろんその部門の長が出てきて、そうですよね、役員クラスが出てきてと、あとは、まあ、コウキさんが出てきてくださってます。で、まあ、やっぱり、その、マネージャーの方ももちろん一緒にお仕事しましたんで、おっしゃってたのが、はい、まあ、面接する際に、やっぱこいつは何ができるのかっていうのは、そこを一番見てるっていうか。あ、まあ、やっぱそうなんですよね。社さんで、さっきのその志望理由みたいなところは、ロジカルシンキングができるかみたいな。志望意欲とかじゃないんですよ。期待、志望意欲高いから新卒みたいに、いや、いいねみたいな。話には多分ならないくて、そこはちゃんと論理的に説明できるように基礎力確認。じゃあ何でできるのうちでっていう、これが大事かなと思います。ああ、じゃあそれをまあずっと意識、回答の中にちゃんと盛り込んでいくっていうのが、まあ今回意識してたポイントって感じですね。かなっていうふうには思います。まあ確かにそうですよね。
今までのスキルの話とかも結構織り交ぜられて、こうそのベースで、まあ、何をやりたいっていうお話をされてましたもんね、ずっとこの。そうですね、このできることベースっていうのが大事で、うんうん、新卒は多分やりたいで、中途の方はやっぱできる、できるの方が、割合としては重要視されやすいんじゃないかなと、うんうん、特にコンサルアクエンチャーとかの場合はそんな印象を持ってます。ああ、じゃあこれができるから、まあ、延長線上でこれをやりたいんですみたいなイメージを、うん、そうですね、ずっと回答に盛り込んでいくというふうには思いました。ありがとうございます。私も今言った通りかなとは思うんですけど、どの回答にそのポイントをこう意識として盛り込んでました？ ありがとうございます。これもさっきと同じで、直接的には多分やりたいキャリアプランとかやれることなんですかって、そこはもちろん結論ベースで分かりやすいものを用意する、はい、ただもう全ての回答の中でそこは意識して盛り込んでいるつもりなので、うん、もう自己紹介のタイミングから勝負は始まってるんじゃないかなと思っていて、今回だったら金融機関とか、外取りの工程経験しますとか、うん、まあ、そういうところを盛り込んで、まあなんか落とし穴いっぱいするとか。ああ、なるほど。そういうことですね、はい。こいつは何ができるんだっていうのも最初からもう、ね、あのしっかり盛り込んでいくと。かなと。まあどうせその目線で、はい、まあ見ていただいてるというふうには思うので、まあ、ね、はい、まあアピールできるところで差し込んでいって、守ってもらうみたいなところは意識。はい、あ、ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ最後にですよ、はい、あのちょっと冒頭言っちゃったんですけど、あの今日は Kōki さんが SI やって前提で、まあ一応こう面接に挑んでいただいたわけなんですけど、他のセールス職、まあビジネスサイドの方々も多分アクセンチャーをこう受ける上でこう重要だったポイントってこの面接の中であったと思うんですよ。なんかそこはどのあたりになりますかね？ ありがとうございます。基本的に抑えるべきポイントはさっきお話したところと同じかなっていうふうに思うんですが、実はでもやっぱ活かせる経験、なぜ活躍できるんですかの文脈に関してはちょっと経路が違うかなと思うと補足させてもらうと、ビジネスサイドでコンサルとかアクセンチャーもそうですけど受かる方っていうのは基礎力が必要、ここは全く同じですと、うん、で基本的にはまあ先ほどあの述べた回答のポイントとは同じなんですが、ビジネスサイドの方で言いますと、やはりエンジニアの方のように尖ったこれができる技術力みたいなものがあるわけではないかなっていうふうに思うので、うん、まあ、その前提でポイントで申しますと、まあ、一つは経験業務の抽象化かなと思っていて、エンジニアの場合であればもうこの開発業務やってました、それそのまま使えますってことがあるんですけれども、まあ、営業やってました、それそのまま使えますとなかなかならないんですよね。そしたらやっぱ営業の中で顧客セッションの中で得た経験を抽象化するとどういうふうなこう価値があるのか、力があるのかみたいなところをコンサルに置き換えると、プロジェクトマネジメントに置き換えると、例えば社内のいろんな関係者をこう巻き込んで一つの提案を作ったみたいな話であれば、これがまあプロジェクトマネジメントどう紐づくのか、巻き込む力でとかいう話もあるっていうのが、もう一個はまあ専門性。とはいえ、営業の方もアピールできるもの、営業というかビジネスサイドのことあると思っていて、一番は、まあたびたび動画でお話してるんですけど、コンサル業界って業界とサービスってこの二つのくくりが主な専門性として部門が切られているので、まあ、この中で自分が該当するポジションを選んで、例えば業界が金融なのであれば、そこの金融の知見っていうのを事業会社目線でどのように持っているのかってことがアピールできると、非常に有利に働くんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。まあ大前提は、その自分が今後やりたいこと、に対して自分はその中で何ができるのかっていうのを、まあ、ちゃんと考えて訴えるってことですよね。 そうですね、それはあるかなと思いますあ、なるほどなるほど。でそれがまあポジションとして自分がマッチするものがあったら、スキルとして活かせるところがあったら、まあ、そこの話は結構厚めにするとか、そういう感じですかね。ですね。うん、やっぱりコンソール素養があるというふうに思っていただけなければいけないので、うん、そうですね、そのソフトスキル以外の話で言うと、企画とかプロジェクトワークに近しいような業務があるのであれば、そこはもう直接的に活かせるものとして加点ポイントになるので、盛り込むキャラはいいと思います。ああ、大事ですね、うん、ということで、あのすごく今日役立つ情報をですね、はい、あのKōki さんに喋っていただいたなと思うんですけど、まあ、この企画実は撮る、まあ、1時間前とかですかね2人で話し合ってそうす、ね、新企画いっちゃいますかと、いっちゃいますか、はい、ぶち上げてるわけですね。ぶち上げてるわけです1年ぶりの僕ゲストしたのあ、そうだったんですね、ご無沙汰だったわけですね。いや、すみません、なんか急にやっちゃってくださいやっちゃってくださいいきましょうさすがです。っていう感じで、まあ、今回は模範面接ということで、まあ、実際にその特定の企業の社員が、まあ、あの合格した面接を再現するっていう企画で、まあ、あのそっくりそのまま使っていただいて、かなりためになる内容だったかなと思いますので、まあ、もちろんメモしていただくなり、スクショしていただくなりで、こう回答に生かしていただくっていうのが大事かなと思っております。
これゲストの方これからどんどん呼んでいきたいですね。そうですね、はい、そうさっきそこで盛り上がってました。いやもうそうですね、いろんな人のやつ見てみたいな。そうなんですよ、はい、もう私も見てみたいですね。確かに、はい、やっぱ次転職するときにこうめちゃくちゃ役立つんで。え、さくらさんがもうどっか行くんですか。いや、ちょっとどういうことですか。ごめんなさい。めっちゃごめんなさい。確かにね、チップスになりますから、はい、あ、そうなんですよ。いざ転職したいってなったら、はい、ボロも参考にしたい。あ、どっちもいなくなるよ。っていう感じで、まあ、実際活かせる内容だと本当に思いますので、これから、まあ、たくさんゲストの方をお呼びして、まあ、模範解答を揃えていって、まあ、特集見たらもう模範解答揃うぞという状態にしていきたいんで、なんかぜひ視聴者の皆さん、見たい業界とか企業とか、あるいはですね、コメントに、どんどん書き込んでください。はい。まあ、今日は模範解答ですね。まあ、一応、こう、言葉としては、アウトプットされてましたけど、やっぱりその業界とか、企業で活躍してきた人が、まあ、どういう、こう、面接のコミュニケーションをしてるのかとか、そういう、こう、汎用的なところってすごく参考になると思うんですよね。確かに、確かに。はい。なので、まあ、これから、ゲストの方、たくさん出てきますけれども、そういう目線でも、ぜひですね、こう、自分に当てはまった業界じゃないから、ちょっと見ないとからではなくて、ゲストの、まあ、やっぱりその合格したっていう、まあ、実績のある方がどういう回答をしているか、コミュニケーションをしているかっていうところも見ていただけるとすごく参考になるんじゃないかなと思います。確かに、確かに回答内容のチップスとしても使えますし、はい、立ち回りとかこうスタンス、みたいなところも参考になるなと思いましたし、まあ、業界研究的な込み方もできるかもしれない、うん、あ、そうですね、確かに実はこっちの業界もなんか自分のこのスキル活かせるかもみたいな気づきになるかもしれないんで、いい、ね、はい、そういう観点でもこのシリーズ楽しみにしていただければなと思います。まあ、今日ですね、模範面接として見ていただいたんですけども、やっぱり皆さんご自身ですね、お一人お一人経験も違うと思いますし、まあ、自分だったらこうどう回答していいか分かんないなっていう方も多いと思うんですよね。まあ、そこでですね、特集では無料の転職支援を行ってまして、職務経歴書の添削ですとか、模擬面接もですね、何度もできるようになるまで繰り返し行ってますので、ぜひですね、概要欄の LINE からお申し込みください。今日みたいな形で実際に模擬面接をまあオンラインでやって、まあ、3回4回とできるようになるまでやり、で実際に内定を取った後はまあ年収交渉を含めて、まあ、全て一気通貫で無料で募集しているサービスになっているので、まあ、ぜひぜひトップ賞のことも頼ってみてください。まあ、それでもまだですね、ちょっと直接喋ったりとか、がっつり支援してもらうのはハードル高いよっていう方はですね、簡単なアンケートに回答いただくだけで、面接品質質問集100選、もらえますので、まあ、そちらもですね、概要欄からぜひ受け取ってみてください。そうですね。まあ、だから転職対策、模擬面接はもちろん有名にありますし、まあ、今そもそも転職活動をやろうかなって迷っている方に関しても、まあ、どういった選択肢があって、まあ、どういうふうな求人に応募していくと、ご自身の、思い描いているキャリアが絡むのか、ところから丁寧にご支援できればなっていうふうに思っておりますので、まあ、少しでもキャリアを良くしたいなみたいな方は、ぜひ気軽にご相談してみてください。それでは今日の模範面接シリーズ、面白かったり、ためになったなと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。次のゲストの方もぜひ楽しみに待っていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。See you next time! バイバイ。今回、視聴者限定で無料で転職相談に乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない。現職にモヤモヤしている。転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない。このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい。こういった思いや悩みを抱えている皆様は、ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。